俳優として活躍する花のふるさと大使の郷田雅史さんが市の観光スポットなどの PR 企画に参加してくれました。この企画は花の市と駿河銀行が連携し、自転車でおすすめスポットや飲食店などの13カ所を巡り、駿河銀行の SNS やウェブで紹介するものです。今回はこの企画を応援しようと郷田さんが参加し、花の桜道や今泉名水桜公園などの一部のスポットで市職員らと撮影を行いました。波多野はもともと桜有名なんですけども、今日初めて見るところもあり、本当にやっぱり改めて波多野の桜綺麗だなと思いました。しかも最初に行ったあのジェラート屋さんで食べたあの八重桜の桜のジェラートなんですけど、もう本当に美味しかったです。すごい濃厚ですね。うま。皆さん見てください、こんな素晴らしい桜が駅から車で15分ぐらいで見に来れます。しかも公費でやっていただけてるということで、入場料とかそういったのもかからないそうです。見てください、本当に菜の花畑越しの薄墨桜。皆さんこれを見た時にはちょっと散ってるかもしれないですけど、まだまだ間に合います。ぜひぜひ見に来てください。そして他の桜の名所もこれから見頃です。週末にかけて皆さん見に来てください。お願いします。